こんにちは、YouTube の時間です。やっとですね、去年から6代と2人で考えてきてたプロジェクトっていうかね、はいはい、こういう来年こういうのをやろうかっていう話をずっとしてて、まあ試合もあったんで動き出せなかったんですけど、今年俺がボクシング教室をやったりパーソナルトレーニングをやろうっていうのを企画してまして、まあそれでも緊急事態宣言がね、出ちゃったんで、まあ様子を見ながら始める感じなんですけど、石井会長とも話して光ジムを使えるってことなので、僕はパーソナルトレーナーでパーソナル1対1のパーソナルトレーニングとか、カップルとか夫婦とか友達同士2対1でやったり、あとはボクシング教室ですね、4人、まあマックスでも6人ぐらいかな、で1時間ぐらいかな、僕が光ジムでこの充実した、ね、設備を全部使えるんでボクシング教室をやっていこうと思って今年からやります。このコロナ次第っていう部分もありますけども、いつまでもね動かないままじゃあれなので、まあ、サイトも作ってちゃんとやっていこうと思います。6代にはもうこれあれですよ、 YouTube 1年スパンかな、約1年追っかけようかな。6代に本格的にボクシングやらして、あの大会出ますからね、結構真剣にやる、結構真剣、俺と谷口さんでもう本当にプロボクサーになりたいってきた、あの20歳ぐらいの子と同じようなことを週5回やらせますんで、で六代くんはもう仕事をセーブしてもらって本格的に俺と谷口さんでやって、まあ本当スパーリングとかもやって、本当にプロテスト、年内に、プロテスト受けてもらう、で1回はプロのリングに上がってもらおうかなと。それまでにアマチュアの大会だったり、まあ俺は地下格闘技とか勝手に出しちゃおうかなと思ってるんだけど、なんで今日初日ですね、こっからもう動かして、今75キロぐらい、75っすね。なんでまあ目標はライト級で61キロまで落として、今日から指導します。今日スパやるから、え、スパリング、スパリングね、うん、やるから、うん、でちょっとどれぐらいできるのか俺見るから、はい、で相手は元日本ランカーの谷口さんです。はい谷口さんしかいないからはい、ということでちょっとアップしてボクシングしていきましょう。あのね、6代と俺はボクシング以外の練習はね、動画につけてて、あのサーキットトレーニングもやって、うん、普通の人よりは動けるから全然、京口にも言われてたもんな、京口ひろとにも、俺すごいですよって。いやでもあの人誰でも褒めるじゃんボクサーと言ったら基本何、縄跳びでしょ。縄跳びでしょ、はい縄跳びいきましょう。俺ボクサーの縄跳び初めて思ったんですよ。重いよ、重い重い、うん、うん、俺小学生が使う縄跳びしかしたことないから。ああ、じゃああれ、ゼロだったら3分あるんで、はい、3分跳びましょう。やばい、無理ですね、これ1ラウンド跳ぶの無理だ、きついよねよくない、3分1回ぐらい跳ぼうよ、3分ぶっ通して飛ぼうよだからタバコやめろって言ったじゃん。やばいよ、はい、はい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 、これひどい、ちょっとひどい、ね、ちょっとひどい、ね、でもさ、最初こうだったのがこういう風に上手くなったっていう方がいいでしょ。おー、全然全然これ、うん、ね、ここをこれをプロの選手はやってるわけ、これをしっかりできれば大丈夫。山中さんなんかもうすごいじゃん、こう打つじゃん、ちょっと窮屈だけど
ガツそう、ナイス、うん、強いね、強い、ワンツーか、ワンツー、はい、行ってみよう。ガード上げてけよ、ガード上げてけよ、6段打たれるぞ。おー、ナイスじゃん。左のガード上げてけよ、右もらうぞ。6段、省エネだね。行こう、もっと行こう。羽生さん手加減してるから大丈夫だよ。行こう、当てに行こう。顔打っていいよ。当てよう、一発当てよう。ラスト30、ガードしとけよ、ガードしとけよ。いい、ガードしてけよ、ガードしてけよ。ガードしてけよ、顔ガードしてけよ。あと1分、あと1分、あと1分、残り1分、残り1分、残り1分。はい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 、タイさんも、あと40秒、あと40秒。クリンチ教えてない、クリンチ。はい、30、30、30。横向かないよ、横向かないよ。はい、ラスト10、ラスト10、ラストでガード上げてけよ、ガード上げてけよ、ガード上げてけよ。はい、オッケー。6台、サンドバッグ行こう。6台、サンドバッグ行こう。本日はですね、まあちょっと面白おかしくね、6台のやりましたけど、まあ俺のボクシング教室はもうちょっとしっかり教えますんで。でまあ今ね、宣言、あの自粛してくださいっていう宣言が出てるんで、ちょっと様子を見ながらやりますけど、まあ料金とかサイトとかしっかり作って、予約とかね、そういうこともやって、あの指導しますんで、その際はあのやりたい人は光ジムに来てください。しっかり教えますんで、その際はよろしくお願いします。今日はありがとうございました。